お疲れ様です。パーソナリティのゆきのです。今回はやっぱり日本に頼めばよかった、インドネシアで開業予定の中国製高速鉄道が大ピンチをお送りします。2015年9月、インドネシアの高速鉄道計画で日本と中国は受注をめぐって競い合っていました。しかしインドネシア政府は中国のプランを採用、当選間違いなしと予想されていた日本は選ばれませんでした。決め手となったのは資金援助です。追加で中国からの援助を引き出すことに成功したインドネシアは金銭面で有利として中国の提案を受け入れてしまったのです。そしてその中国の提案というのがまた怪しさ全開で、なんとルートも駅の位置も日本案と全く一緒で、違っているのは見積もりの金額だけだったのだそうです。中国側が細かなボーリング調査を行っていたという記録もないことから、日本の調査データが流出し、そのまま流用された可能性が高いとされています。また中国の計画ではインドネシア政府からの財政負担を求めないという、反面融資の金利が高いというデメリットがあり、資金繰りが不安視されていました。このインドネシア政府の意思決定に対し国民から大ブーイングが巻き起こりました。ここでそのインドネシア人の悲嘆の声を紹介します。中国製はすぐに壊れるだろうに、安全とか安全じゃないとかそういう次元じゃない、明らかに日本製を選ぶべきだった、エキスパートに任せておけばいいのに、つまり日本にさ、そのうち火災事故を起こすはず、そしてその責任は誰も取ることがない、そしてインドネシアの国民の不安は的中することになります。2019年に完成予定だった高速鉄道は中国側の書類不備などにより着工が遅れ、たびたび完成予定が延期された挙句、2021年の完成が予定されましたが、さらにインドネシア政府は2022年まで建設工期が延びる見通しを発表しました。さらに当初は首都ジャカルタから西ジャワ州のバンドンまでを結ぶ路線の計画でしたが、インドネシア政府は国内第二の都市であるスラバエまで路線を伸ばす方針を打ち立て、日本に協力を要請してきました。この路線延伸決定の背景には、大幅な遅れが出ているジャカルタ・バンドン間の路線建設についても日本に手伝ってほしいというインドネシア政府の思惑があるのではと推測されています。堂々と協力を求めないのはあくまで単なる中国への配慮で、状況的には路線延長を理由にしてでも日本を引き込まないと高速鉄道建設が予定通り進まないということを実感したのでしょう。中国を採用したにもかかわらず結局日本に頼ることになってしまったこの件について、インドネシアの国民から様々な声が上がっています。ここでその声の一部を紹介しますね。日本製は高いからってことで諦めたのに、結局は日本に泣きつくことになるとはな。日本製の方が品質がいいから嬉しい。中国製品はコスト面で安いってだけ。やっぱ日本だよな。何よりも品質を重視する人たちだし。そもそもなんで日本じゃなくて中国を選んだのかなんだよ。日本はその高い性能をずっと証明してきたのに、結局できてないうちの半分は日本にお願いするつもり？我が国の政府は本当に奇妙だよ。日本は最初からいろいろと調査をしてくれていたのに、最終的には中国案の採用を決定してしまった。そしたら今になってまた日本の協力を希望してる。日本側はインドネシアを裏切り者としか思ってないでしょ。いかがでしたか？怪しさしかない中国の提案ではなく、しっかりとした日本の提案を受け入れていれば
今頃は完成していたであろう高速鉄道。国民もそのことはしっかりと分かっていたようですね。しかし、日本が協力することになったからには、便利で快適な鉄道が完成することでしょう。いつか私も乗ってみたいなと思います。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。